ビロビティツァは、クロアチアスラボニア地方のビロビティツァポドラビナ軍の都市、及び基礎自治体である。またビロビティツァポドラビナ軍の軍都で、ドラーバ川を挟み、ハンガリー国境に近く、ビロゴラ山の北側斜面に位置する。ビロビティツァは、スラボニア地方の中でも、歴史的な場所に数えられる。近隣の都市には、クリジェフツィがあるがクリジェフツィは、 コプリブニツァクリジェブツ軍に属する。1234年、ベーラ4世によって、帝国自由都市の特権を得ている。1242年には、現在のクロアチアの首都であるザグレブも同じく、ベーラ4世より自由都市の権利を得ており、金印直書においてそのことを知ることができる。当時、ハンガリー王国の支配下にあり、ベレーツェと呼ばれており、夏には、 王族の秘書地として好まれていた。ベーラ4世の姫であるマリア・ラスカリナや弟のカルマンコがよく滞在したとされる。モンゴル帝国が侵略し、ハンガリーを放棄した後、都市には木製の要塞や堀が築かれ、水が引かれた。1280年代から1290年代にかけて、フランシスコ海やドミニコ海の修道院について言及されている。 1552年から1684年にかけての約120年間はオスマン帝国によって支配されていた。ありがとうございます。